ありがとうございます。オーバーラウンドです。ありがとうございます。小川直人です。こんばんは。張り切っていきたいところですが、俺は十分張り切ってるんですけど、みんなもね、張り切ってるようでね、すごく嬉しいです。俺はね、今日までね、41歳になりますけどね、今日までね、いろいろね、苦難を乗り越えてきたけどね、全然そんなのね、みんなの元気に比べたらね、俺の元気はね、もうね、ビータルものですよ。だからね、みんなの元気に負けないようにね、俺はね、頑張ってね、ロックンロールを奏でるしかないんですよね。
それではね、毎度ね、世相をね、世情を切るようなね、弾き語りしますんでね、みんなね、フォークジャンボリューに行ったつもりで聞いてください。はい、おーでーおーいおいでーおいでーおいでーおいありがとうございます。あーうあーよかったね。最近ね、いろいろライブやってるんだけどね、なかなかね、毎回ね、いっぱいいっぱいでね、どうしようもなかったんだけどね、やっとね、人間ね、自信がついてきたなって思うんですよね。俺ね、子供の頃はね、自信なかったの。ほうれん草とか食べれなかったの。だけどね、今ほうれん草も食べるしね、ケロックも食べるしね。ケロックってさ、知ってる？ケロックって。コーンフレーク、コーンフロスト？わかんないけど、ケロックって商品名で、ケロックっていう食い物は、厳密はないよって言われて、俺すごいね、なんか世の中って厳しいなと思ってね、なんでみんなケロックって分かってくれないかなってね。はいはいアディはいおいっておいおいでおーおーでありがとうございます。ケロックテイストのね、みんなケロックってね、知ってるかな。虎のね、なんかわかんない、奇妙な虎のおっさんがね、ケロックを食べれば元気が出るぞみたいな、ね、こと言ってね、子供の心に植え付けられてる。でもね、ケロック甘いから食ってただけでね、別に元気の源とは思ってなかったからね。あやスターアドありがとうございます。こんなことばっかりでね、みんな楽しんでくれてありがたいですね。いろんなね、いろんなね、東京にシーンあるじゃないですか。テクノシーンあり、ノイズシーンあり、ロックシーンあり。俺はね、どこのシーンにも間違いないからね、俺はね、自分でね、ケロックシーンと呼んでね、ケロック好きな人みんな集まれって感じでね、やっていくからね。Yeah!
はい、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 止めて、はい、止めて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 、はい、元気、はい、で、はい、ありがとうございます、お願いします。ライブしたらイエーイとか言ってさ、それいいの？俺嬉しいよ、嬉しいからありがとうね。だからね、ね、不遇のミュージシャンだからね、受けるとね恥ずかしいんですよ。だからすごい恥ずかしいからさ、困る、素が出るんだよ。素が出ちゃう、落ち前でしょこういう音楽。
Good news on the 11th. If you're into it.